映画セブンの話、映画セブンの話、ブラッド・ピットのね、セブンっていう、刑事ドラマというか連続殺人犯、猟奇殺人犯を刑事の話、まあ名作なんですけども、面白い面白いって言われてるんだけども、私ねあんま見たことがなくて、テレビでやってるのを1回見たかどうか、でもまあ世間では面白い面白いって言われてるんで、その面白さがわからないままだとね、ちょっと悔しいなと思って、もったいないなと思いまして、せっかく面白いと言われてるね映画があるのに、なんかテレビでチラッと見ただけであんまり面白さを、まあ、もちろんね刑事物としては面白いとかって印象はあるんだけど、具体的に何が面白いのか分からずにここまで来てしまったっていうね。というわけでね、 DVD 中古 DVD 屋に行って安くセブンっていうね、DVD を買ってきて見たっていうねことなんですけども、今見てもね面白いんですよね。で、他のこの連続殺人犯を追うような、快楽殺人犯を追うようなありますよね作品と比べてもですね面白い、独特だしよくできてるし、ラストもね、あの大どんでん返しというかあって、意外性があってね面白いっていうね、でどのぐらい面白いかっていうとですね、あの前半の30分か40分ぐらい、私ね没頭してみちゃって、今何分だとかね、あるいはこうなんか見ながらなんか物食べてる場合に、あもうすぐなくなるなとかね、お水飲まなきゃとかね、いろいろ考えるんですけど、普通はね映画見てる時にトイレ行かなきゃとかね、あと何分だからちょっと切り上げるかとかね、半分ぐらいで切り上げてちょっと休憩するかみたいな、トイレ休憩するかとか思うんだけど、全然思わずにもう作品の中に入っちゃって、でハッと気づいたら40分経ってたっていうね、3、40分経ってたっていう、そういった出来栄えでですね、これ面白いだろうと、もう意識をせずね映画の中に入ってるっていうね、はい。で、じゃあその前半部分がよくできてるだと思うんですよね。で、まあ大筋はですね、ブラッド・ピット新人のね、まあ、新人じゃないんだけど、その新しく配属されてきた、あの地域に配属されてきた刑事、ミルズっていう刑事、ブラッド・ピットね、とそれからバディを組むベテラン刑事のサマセット、はい、これはあのモーガン・フリーマンね、サマセット、モーガン・フリーマン、モーガン・フリーマンとブラピがですねバディを組んで、最近その地域で起こってる連続殺人犯を追うっていう殺人課のね、あの刑事の話で、でもうあのサマセットはね、モーガン・フリーマンはもう引退間近、あと1週間ぐらい引退だみたいな、だからそんなねでかい山をね追うことはないんだけど、でもベテランで経験あってすごい有能なんで、サマセット俺やってくれよみたいなことで所長に言われてですね、しょうがねえかみたいな感じでやるっていうね、それで組むのが新人というかね、ブラピなわけね、であいつじゃダメだみたいなことをモーガン・フリーマン言うんだけど、でも所長からねやれって言われてるんで、嫌とは言えないですよね、まだ働いてるからね刑事として、しょうがないからやるみたいな。でそのモーガン・フリーマンの読みもね当たってるんだけども、あいつには荷が重いっていうのね当たってるんだけど、最初はねそのモーガン・フリーマンが師匠で、でちょっと生きてる弟子がブラッド・ピットみたいな、そういったあの掛け合いがあってね面白いんですよね、こう没頭してみちゃうというかね。で最初の最初ですけど、なんか初めてね二人がこう現場に行って、要するに殺人事件になって現場に行って、太った男の遺体からねこう情報を得るみたいなやつがあるんだけど、最初にブラッド・ピットがねなんかねコーヒーをカップで2つ持ってきて、で自分用のとモーガン・フリーマン用のね先輩のと持ってきて、まあ、どうぞみたいなことを言って、ちょっとこうなんていうかな、その最初にね、コーヒーをおごっといてごちそうしといて、なんかあの人間関係良くするとかね、まあ、あるいはその、まあ、そういう雰囲気で来たんだけど、
モーガン・フリーマンはね、もらえばいいのにね、コーヒー受け取らないわけ。いや、俺はいいからみたいな感じで。で、口には出してませんけど、そういう雰囲気じゃねえからみたいなね。現場なんだからみたいな感じで。確かにそうですよね。確かにそう思います。遺体もあるし、証拠も満載してるからね。例えばコーヒー落としてこぼしてね、足跡が消えたらどうするんだとか、そういう現実的なこともあるし、あとやっぱりなんかこう、コーヒー飲みながらやる仕事じゃねえからみたいなね。休憩中はいいけど、現場でね、これからみたいな時には、何やってんだみたいな感じで。もちろん、モーガン・フリーマン優しいから、言いませんよ。だけど、俺いいからみたいな感じで、断ってること自体が、それの意味をしてるんだよね。で、そういう感じでですね、ちょっと意識の違いというか、もうベテランのね、もう何個もこういう事件をね、扱ってるモーガン・フリーマンのやり方。それから、刑事で有能なんだけど、まだまだね、新人で、で、配属ここにされてきて、全く他の、この地域のこと知らないとかね。そういった師匠と弟子みたいな。それが面白いですよね。で、ぐわーって入っちゃって。で、まあ、こういう感じで行くのかなと、ずっと思うんだけど、なんか、途中からどんどん変わってくるし、まあ、この関係性は変わらないけど、メインがどんどん変わってくし。で、40分ぐらい経った時に、3、40分経った時に、ああ、と思って。映画見てんだと思って。もう、入り込んじゃったなと思って。家でね、自分の部屋で DVD 再生してるだけだから、画面も大きくないから、そんな入り込む余地ないんだけど、なんかね、没頭しちゃって見ちゃったんですね。で、もちろん、作品の中では、連続殺人事件起きてるけど、それは嘘だから。ね、フィクションだから、そんな、興味を高めるね、事件じゃないんだけど、でもなんか、見てるっていうね、すごい見ちゃってるっていう。そういうね、まあ、優れた作品なんですよね。それでね、私がね、特にね、こう強調したいのは、まだね、1回しか見てないんだけど、どんどんこう、連続殺人事件が起きてって、で、文字が書かれてるね。7つの大罪の文字が書かれてるんだ。これ同一犯人だろうと。がやってるんだと。で、もちろんそうなんだけどね。で、これ止めないといけないから、犯人捕まえないといけない。早めにね。どんどんこう追うんだけど、結局、追い切れないですよね。人間関係洗っても、なんか行きずりみたいな感じもあるし、そもそも快楽殺人は追いづらいんですよね。ターゲットは誰でもいいわけだから。もちろん好みはありますよ。年代とか性別とはね。だけど、それは別に、道歩いてて見つければいいから。人間関係の中からね、こいつ嫌だからやっちゃうとかじゃないから。全く面識ないのになんか捕まってやられちゃうとかね。あるから、証拠が出にくいというか。だから捕まえづらいんですよね。で、結局ね、モーガン・フリーマンがね、まあちょっと気を利かしてですね、違法捜査やっちゃうのね。で、違法捜査何かって言ったら、この犯人はなんかこう、7つの大罪とかね、そういう、ちょっと、賢い系のね、文字を引用したりとか、してるんで、本を読んでんだろうと。で、図書館でね、本を借りてるだろうと。そう、当たりをつけて、図書館の履歴をね、でも関係のありそうな本の借りてる人の履歴をね、こう、紹介するというか、こう見るっていうね、ことやるわけ。で、これはもちろん図書館の人からすると、令状もないのそんなの無理ですよ、みたいな。だけど裏からちょっとね、話つけて、まあ違法なんだけど、それやるっていうね。で、まあそこ、違法だからどうなのかっていう、それは置いといてですね、とにかく、ちょっと変わった方法で犯人をね、追い詰めるっていう、犯人の、容疑者の、まあ、限定していくっていうことをやるわけね。で、その大当たりで、ある男がね、ジョン・ドゥかな？ジョン・ドゥっていう偽名の男が、容疑者としてね、あぶり出されたと。これもうちょっと単純に言うと、例えば爆弾テロ犯人、爆弾テロ犯人を追うときに、爆弾の作り方を調べてるだろうと、そいつはね。図書館で爆弾系のね、爆薬系の本借りてる人は、
誰だみたいな。で、追い詰めるみたいな。そういったのと似てるんですよね。まあ今だったらね、ちょっとね、図書館で本借りるってちょっと、まあ、難しいっていうか、そのね、もっと簡単にネットで調べちゃうとかね、あるし。なんだったら本、中古でなんかアマゾンとかで買っちゃうとかね、安いから。まああるだろうし。図書館でっていうのはちょっと現代ではね、なかなかなんだけど、でもまあ、そういうことやりますよと、ことなんですね。それで、まあ、ジョン・ドゥが、住所とかもね、全部図書館の履歴バレるから、で、家に行くわけね。ブラピとモーガン・フリーマンが。そしたらね、なんか、偶然性が高いんだけど、ちょうど家にいなかったとかね。そのジョン・ドゥがね。あるいは帰ってきた時に、ブラピと鉢合わせして、で、結局逃げられるっていうね。ことやったりとか。結局逃げられちゃうわけね。はい。それで、それからまたどんどん殺人事件がね、起きていくと。7つの大罪の殺人事件が5個ぐらいまで起きていくってことですね。で、なんか知らないけどね、ジョン・ドゥがね、警察署にね、自首してくるわけ。俺がやりましたみたいな感じで、捕まえてみたいな感じで。で、もちろんジョン・ドゥが容疑者だから、あ、お前じゃんみたいな感じでひざまずけみたいな感じで、で逮捕しちゃうわけで、これで事件はね、まあ終わったなと思うんだけど、そっからなんかね、ジョン・ドゥがね、取引を持ちかけるわけですよね。あと二人ね、やっちゃってるけど、遺体の場所を知りたくないですかみたいな感じで、これ二つね、こう放置したまま試験できないし、まあ教えてくれみたいな感じで、じゃあ、あそこの場所に二人だけ連れて車で行こうぜみたいな感じで、他のやつは周り来ちゃいけないからみたいな感じで、それが取引なのね。で、車にジョン・ドゥとモーガン・フリーマンとそれからブラピーが乗ってね、で、その荒野みたいなところまで、砂漠の荒野みたいなところに行くわけね。はい。で、これ危ないじゃないかと思うんだけど、でも、ジョン・ドゥははっきり言って、武装してないし、で、ブラピは銃持ってるし、それから、モーガン・フリーマンの方も刑事でね、銃持ってるから、刑事二人で素手のね、男、いくら連続殺人犯とはいえ、その素手の男を乗せて道案内させるだけだから、まあ、そこまで危なくはないですね。そこまでじゃない。で、ヘリとか飛ばして上から見てるから、まあ、安全性はね、逃げられないようにしてるから、大丈夫だと。いう感じでね、その場所まで行くっていう、そういう話なんですよね。これでね、犯人のジョン・ドゥがね、ブラッド・ピット、ブラピーにね、すごい敵意を剥き出しというか、攻撃的になってるんですよね。これ何なのみたいな。急にみたいな感じで。で、ラストもその攻撃性というか敵意みたいなね。まあ嫉妬なんだけど、それがね、効いてるんですよね。で、これな、急に何みたいな。で、刑事を恨むんだったら、それはモーガン・フリーマンだって同等の立場じゃないかと。モーガン・フリーマンも恨んだりね、嫉妬したり、敵意剥き出しやなきゃいけないのに、だからブラピだけ、そのジョン・ドゥはね、すごい、攻撃的になってるわけね。もう口喧嘩もするし、もちろん殴り合いが始まりそうな、そんな雰囲気の車内なわけね。で、ブラピの方もイラつくから、なんか、お前捕まってんだぞみたいな感じで切れるっていうね。で、それ面白いんだけど、これ何みたいな。急にブラピだけね、こう詰めてるけど何みたいな感じで。で、ブラピはさ、ブラピじゃないじゃん。この役の中でね。単なる新人の刑事だから、例えばね、顔がイケメンであるとか、なんかスタイルがスラッとしてて、ね、かっこいいとか、それで嫉妬するわけみたいなね。それでなんか攻撃になるわけみたいな感じで。で、ブラピはね、そこまでの時点で犯人に、ね、こう特別なんか暴力を振るうとかね、やってないですよ。ただ、家に行って、いたら捕まえるぞっていう雰囲気なんで、これはモーガン・フリーマンも一緒。
全刑事が一緒ですよね。それはね。だからブラピだけなんかターゲットされてるけど何みたいな感じで。で、謎はね解けないんだけど、私がね見るのがまだ1回ぐらいしか見ないから浅いから解けないと思うんだけど、その浅い中でもなぜジョン・ドゥ犯人がブラピだけこう仕返しするぞみたいな、そんな雰囲気出してんのかですよね。で、私はね奥さんがね綺麗とかそういうこともあると思うんだけど、犯人のねこの独特の論理というか負けず嫌いというかね、マウント取られたくねえみたいな、そういったのが原因なのかなちょっと思ってですね。これもちろんサイコパスの連続殺人犯だから、通常の人のねその心理じゃないから、どこまで行っても謎みたいなのがあるんだけど、なんかね犯人はこう捕まらずに警察から逃れつつ証拠を残さず連続殺人をしていくっていうのが、それで勝ちみたいなね、で警察とか一般社会が負けみたいな、そういったのを設定してるんだと。それは途中で邪魔されたわけですよね。で家まで捜査が来ちゃったと、もう絶対来られちゃいけないわけ。家来られたら捕まるからね、もちろんその証拠になるようなものとかもあるだろうし、うん、ジョン・ドゥのそのアリバイとかがないだろうし、で怪しいから来てるからね、そんな何百件も何千件も来ないから、その少ない中でジョン・ドゥ結構怪しいから行ってみようみたいな感じで来ちゃってるん でジョン・ドゥとしてはなんでここがあったんだみたいな感じで負けたみたいなね。これ捕まらずに幸運で逃げられたけども、最初はね幸運で逃げられたけど、ジョン・ドゥ負けなわけね。これ捜査の手が及んでしまったら、自分のとこ家まで来ちゃったら、それは負けなわけですよ。で、住所も、名前もね、名前偽名だけど、住所も全部バレてるから、これからの生活どうするんだってね。もう全部また、名前とね、身分証とか全部偽造して、また他のとこ行って、新しくやるしかないからね。うん。で、もう顔もバレてるし、どうするんだみたいな感じ。でも負けなわけですよね。だからそのジョン・ドゥ自体も、あ、負けたみたいな、今回負けたみたいに思ってるわけで、もう家まで来ちゃって顔もバレてるんで、図書館の履歴とかでねバレてるんで、そのなんていうんですかね、そのいずれ捕まるだろうと、このままね今逃げ切れてもいずれ捕まるだろうと、うん、だから負けなんだと。で負けのまま終わりたくねえみたいな、一回負けたけど後半で勝って終わらすぞみたいな、それがねジョン・ドゥの自首なんですね。自首してきて取引して仕返しするとみたいな。で特にブラピにこうターゲットが定まってるわけね、うん、で精神的に相手に負けたと思わせるとかね、あれマウントを取っていくことによって、ジョン・ドゥはね、たとえこれから1年ぐらい裁判やって死刑になったとしても、それは勝ったっていうねことになると、そう彼の中では考えてると。だから勝ち負けというかね、マウントの取り合いというかね、それが行動のね原理になってると、私はそう読んだんですね。うん、だからね、逆に言うとですね、こういった連続殺人犯を捕まえるためには、なんか逃げ回ってると負けだぞみたいなことを囁くといいんじゃないかと、マスコミとかね警察発表で、こう逃げたから逃げ切れたら勝ちとかじゃねえからみたいな、こう逆に捕まるとお前の勝ちなんだぞみたいなことをね言っとくみたいな。で実際捕まっても待遇良くしとくからね、なんかちょっといいものを食べさせたりとかして、あとなんかやっぱりこういった特異な、ね、犯罪なんで、犯人のこの分析をしたいですよね。この時何考えてたんですかとかね、やっぱそうっすよねみたいな感じで学者とかがね、そしたら今後の事件も防げるし逮捕も、ね、早くなるから、こうみんなのためになると。だお前すごい捕まってね、ちょっと調査に協力してくれたらなんか刑とかもね
早くそんなきつくしないし、みんな多分助かると思うぞみたいな感じで言うっていうね、まだ捕まってない段階で。そしたらこのジョン・ドゥもね、あそうかなみたいな感じで、俺捕まったら負けと思ってたけど、なんか捕まった方がね、なんか楽しそうだなみたいな、みんなにこうモテてね楽しそうだなみたいな感じで、で自首させるみたいなね、そういうのがいいんじゃないかなと思うんですね。もちろん全部の犯人に通用する方法じゃないですし、実際にこう待遇良くしないといけないからね、それ大変だと思うね、倫理的に。こう何人もね、連続殺人犯、何人も連続殺人犯をね、こう待遇良くして、この拘束してね、どっかに閉じ込めてる時もなんかすごいいい部屋に閉じ込めたりとかして、テレビとか見放題ね、面会もし放題ね、ご飯もね高級料理とかあげて、それがいいんですかっていうね、犯罪者に対して、しかも凶悪犯罪者に対して、その待遇は倫理的に社会的にどうなんですかっていうね、それハードルはあるんだけど、でも勝ち負けで考えてんだったら、その勝ち負けのね、それを変えちゃうっていうね、逃げてたらお前無限だぞみたいな感じで、こう怖がって逃げてるわけだよね。で怖がらずに出てきたら、お前すげえ犯罪者だなと、他の犯罪者とは違うね、やっぱりお前見どころあるよみたいな感じで、で交渉するっていうね、うん、のはどうでしょうか。そうすれば今後の犯罪を防げるし、今後のね、そういった連続殺人犯出てきた時に、俺も俺もみたいな、俺も早く捕まりてみたいなね、なんなら自首するぞみたいな、 2,3 件やって自首したらなんかすげえモテたみたいなね、うん、まあそういうこともあるのかなと思いながら見てましたけど、はい、まあ映画のセブンね、面白い作品です。